アジャックスアドバンストということで、午後は割と講習の方をやります。で、午後一発目は NGS のデータベース検索ということで、50分ばかし喋りたいと思いますので、よろしくお願いします。DBCS の中田といいます。いつも私のスライドは自己紹介から始まって、この自己紹介が長いんですけど、中里と竹田と言います。で、ライフサイエンス統合データベースセンターで、略して DBCS ですね。で、ツイッターやってまして、このカエルのアイコンでチョークレスっていうアカウントでやってますので、今日の話でもいいですし、一般的な話でもいいし、なんかこいつ何やってんのかなって言って、フォローしていただければ幸いでございます。で、一応どんな人間かっていうのを紹介しようと思うんですけど、大学4年で研究室に入ったのが1999年です。だいぶ昔になってしまいました。で、東工大の、生命理工学研、学部だから生命理工学部かっていうところで、いわゆるウェットって言うんですけど、ピペットとかを持ってこう薬品混ぜるようなことを、マスターの 2年まで3年間やってました。で、その後、実験に挫折をしまして、ちょうどバイオインフォマティクスバブルに乗って、NEC っていうところのバイオインフォマティクスの部署に入社をしました。ちょうどこの頃っていうのはですね、日立とか NEC も富士通もバイオインフォだって言って割と部署とかできた頃だったんですけど、入社して5年経ったらですね、あんまりに目が出ないんで部署がお取り潰しになりまして、5年後に営業の方に、営業っていっても官庁営業って言って文科省とか厚労省とか総務省とかのに、大企業ですから営業さんが行くわけですけど、そこの持って帰ってきた宿題に対してひたすらパワーポイントを作るっていう、ここはだから、バイオインフォのツールを作ってたんですけど、5年間その後もう全くそういうのをやらずにずっとパワーポイントばっかりやってた半年で、腐ってたところを、ちょうどこの私の今です、ね、DBCS が2007年の4月にできたんですけど、ちょっと人が少ないっていうか人が必要だから手伝いって言われて、はいはい行きますって言って半年後に辞めて、今のところに来て7年半ですかっていう感じになってます。で、今日は実験の人が多いのかコンピューターの人が多いのかよく分かんないですけど、学生時代の話をすると、こういう生物を使ってました。今絶滅危惧種で有名なウナギなんですけれども、もともとですね、私のいた部屋が血圧調節の部屋だったんですけど、血圧調節っていうとちょっと生理学っぽいんですが、分子生物学の部屋でもあったので、これを分子生物学っぽく言うとイオン濃度調節とか水の調節になるんですね。で、これをなんか生物、バイオロジーで解こうとすると、普通のマウスとかに行きたいんですけど、マウスで血圧調節やろうとするとしょっぱい食事を食べさせなきゃいけないんですよ。ナトリウムとかカリウムがたくさん入ってるしょっぱいのを食べさせなきゃいけないし、あと陸上の生物なので変化が見にくいと。そこでウナギを使います。本当はサケとかマスがいいんですけど、何がいいかというと、サケとかマスとかウナギっていうのは淡水と海水両方生きる魚なんですね。ただサケとマスは、川で卵を産んで、海で育つんですけど、ウナギは逆で海で卵を産んで、川に戻ってくるっていう、で海に卵を産みに行くっていう、魚ですね。で、サケとかマスはシーズンものだっていうのと、飼育が低温でやんなきゃいけないから難しいっていうのと、あと高い、ウナギは今高いんですけど、サケとかマスはもっと高いっていうんで、ウナギを当時は使ってました。で、これの前にですね、他に学部の時は恐山ウグイ
ウグイっていう魚がいるんですけど、やっぱりで、恐山っていうのがイタコで有名な恐山が青森県にありまして、でそこの湖っていうのが pH3.5 ぐらいっていう料理用のお酢ぐらい酸っぱい湖なんですね。でそこにやっぱりウグイっていう魚がなぜか住んでるんだけど、卵は3人前から pH7 の、川に登って卵を産むと。で水素イオン濃度で言うと2000倍ぐらい違うんですけど、なんでそういうのができるんだろうっていうのを私の先輩がやってまして、でその手伝いがやってたんですね。でその人は、水素イオンの方やってたわけですよ。でじゃあお前は硫酸イオンの方やれって言うんで、硫酸イオンのそういう、膜タンパクでイオンをこう内外に輸送するっていうのを探しまして、膵臓とか腸に発現があるようなものを連れてきて、でこれ真水からフレッシュウォーターですね。で海の水シーウォーターに移した時に、ゼロとか半日で、6時間か6時間とかだとあんまり上がらないんですけど、1日2日になるとちょっと骨格されてますけどちゃんと発現増えますよみたいなことをやってまして、一応卒業する直前にモデルだけ立てて逃げて卒業したんですけど、実は硫酸イオンを輸送するのを探してたんですけど、陰イオンの方のこの選択性っていうのは実は弱くて、重炭酸イオンを輸送するタンパクだっていうことが、当時文献とかデータベースを調べて分かったんですけど、そういう重炭酸イオン低致死用スリマイナスをこの腸の中に入れると、ここにカルシウムマグネシウムがあるので、こういうのと、結合して沈殿ができると。で沈殿ができると浸透圧が下がるんで、水っぽくなるから水が吸収できるっていうモデルを M2 の2月に立てて、後輩によろしくと言って卒業しましたというのが学生時代でございます。で、最近はその次世代シーケンサーの、なんちゃらっていう、本当にコンピューターばっかりのバイオインフォの話ばっかりやってるんですけど、今日午前中ネイチャーダイジェストでなんか取材されたっていう話があったんですけど、私だけ紹介されなかったので今自分で紹介しますが私も4人のうちだから、坊野さん、中村塚さん、春川さんで、あと私ですねが、取材していただいて、で、こんな感じで、乗っけてもらいました。で、検索エンジン作ったら反響があったで嬉しかったって書いてあるんですけど、この検索エンジンとかの話を今日はします。で一応その、だんだん本題に入ってくるんですけど、ちょっと聞いてみようと思うんですが、実際に NGS の、 その実験っていうのかな、やってる方ってどのくらい今いない？データの解析はやってるっていう方、こんな感じ、分かりました、ありがとうございます。やってみたいなってあ、そんな感じですね、分かりました、はい、ありがとうございます。じゃあ本題なんですけど、今更こんな話も何なんですが、しかも午前中中村さんがいろいろ喋られたので重なるところがあるんですけど、私が学生の頃っていうのはやっぱクローニングの部屋だったんで、遺伝子の配列を決めるっていうのをずっとやってたんですね。でそれはこういう電気移動式っていう、私の場合は70何センチのガラス板にこう薄いジェルを入れて、でそこにこうアプライして2000ボルトぐらいで圧かけて、で A とか G とかのレーンがあって、でこう移動するとこうやってバンドが出るわけですよね。で4塩基って4種類だから、こう ATGC で 4つになってて、でこう下から例えば TACGA みたいな感じで読んでいくわけですよ。で昔はこれを RI でやってて、で本当に2人1組になって1人フィルムを見ながらこう読んでたんですよ、読み上げてた。で隣でそれを記述する、書いてる人がいるっていう。だから今ベースコールっていうんですね、こういうの、こうやって塩基を決めるのベースコールって言うんですよ。それはそういうとこから来てます。で2000年ぐらいにゲノムプロジェクトでバンバンゲノムの配列、いろんな配列を決めるんですけど、それはキャピラリ式っていうので、ガラスの細いチューブが管があって、そこからチューってやるのをこうレーザー当てながらやるっていう、ちょっと小さいですけど、こうなんか並々のデータが出る感じですね。でじゃあ NGS はどうかっていうと、ガラスの板みたいなのがあって、そこにこう短いのが割ってるわけですね。で1インチずつこう反応させていって、で反応の仕方、
どの塩基がついたかで光り方が、まあ、例えば変わると思ってもらえればよくて、でそれをこう上からパシャッパシャッと取るわけですね。1塩基伸ばして光ったところをパッと取る、でまた1塩基伸ばしてパッと取るってやると、こうやって画像がたくさん出るわけですね。で同じところの点を何色で光ったかっていうのをこう取っていくと、こういう塩基の配列になるわけですね。だから昔は、例えば私がやってたのは750とか1500とかいうのをこう、12セット分ぐらい読んでたわけですけど、今は、これはちょっと短い、かなり前のデータなんで短いですけど、30、まあ、今100とか200とかですけど、いうやつがこうガラス板に何百万とか埋まってて、前はだからな、長いやつを少なく読んだんですけど、今短いやつをたくさん読むみたいな感じの原因になっています。で、午前中もその中村さんの話で次世代とか新型とかいう話があったわけですけど、まあ、ネクストジェネレーションシーケンシングとかニュージェネレーションシーケンシングとかで、シーケンシングとかシーケンサーとかで NGS っていうわけですけど、最近やっぱりその次世代とか新型っていうと古くなるから、ハイスループットシーケンシングっていうふうに言い直しなさいとかも、私の迎えた時に言われたりしたんですね。でも実際にその例がこれで、これは新しい昆虫採集案内っていう本があるんですけど、昭和46年に入れて昭和52年に改訂された新しい昆虫採集案内で、これより新しいのは出てないんですが、ちっとも新しくない新しい昆虫採集案内みたいなものがあるんですよ。で、まあ、これもね、そのネクストジェネレーションとかニュージェネレーションとか、まあ、このハイスループットもそうだと思うんですけど、結局時間経つと、まあ、だんだんハイじゃなくなったりするんですけど、まあ、とりあえず今こうやって呼んでいて、というかこの NGS っていうその略語では、まあ、このまま使ってそのこの仕組みのことをまあ呼んでいこうっていうような感じになってます。はい。でデータベースの方ですけど、私が学生の頃ってその私もがなんだ実験で薬品混ぜる系だったから、あんまりそのコンピューターのことは研究室の中では詳しかったけど、世の中的にはあんまり詳しくなかった方だったんですけど、それでもそのパブメドっていうのとブラストっていうのは使ってたんですよね。でも文献とか調べたりとか、あとそのクローニングの部屋だったから、その読んだ配列が何なのかっていうのをまあブラストとかで調べてたわけです。でそうすると、それがどうできてるかっていうと、まあ、私とかまあ誰か研究者がこう塩基配列決めると、その、まあ、ここだったら D ディビジョン登録するわけですね。で、そうすると塩基配列のデータベースが出来上がっていって、それに対して検索するシステムっていうのが、まあ、例えばブラストがあるわけですね。で同じようになんか論文を書くと、まあ、研究者がアラオには登録しないんですけど、雑誌社の方、出版社の方でデータベースに登録されて、それがメドラインっていう、まあ、データベースに入って、でそれを検索するシステムがパブメドだったり、で全文検索ができる今 PMC、 昔のパブメドセントラルっていう、ものになってるわけです。ということで、まあ、ツールとかデータをこうリサイクルっていうか、ちゃんとこう出したものが使われる状態にこうする、まあ、これは僕らのミッションでもあるわけですけど、っていうようなまあ世の中になってきてます。でじゃあその NGS のデータどうなのかっていうと、やっぱり同じような仕組みになってまして、これを登録したものが SRA っていうやつで、で、まあ、あんまり決まった名前ではないと思うんですけど、まあ、それを探すのが SRA Search みたいなその検索システムがあったりします。でじゃあその SRA って何かっていう と、これも午前中話だったと思うんですけど、シーケンスリードアーカイブっていうのの略で SRA っていうふうになってます。で、まあ、これもありましたけど、ちなみに昔は短かったんでショートリードアーカイブなんですけど、今はシーケンスリードアーカイブのほうに、名前がなっております。で誰とかどこがやってるかっていうと、まあ、DDBJ と、あとまあここをコラボしてますから NCBI と EBI とこう3つで
データを集めるっていうことを、まあ、やってるわけですね。でじゃあ僕ら DBCS は何かっていうと、データを使ってもらうっていうのが仕事ですから、そのここをコラボして、あとまあファンディングしてる NBDAC と、まあ、このようなコラボをしてデータを使ってもらうっていう仕組みで、動いているわけです。でちなみにこれ SRA って割と一般名称としての名前なんですけど、DDBJ でやってるのは DDBJ シーケンスリーダーアーカイブで DRA って言ったり、あと、EBA でやってるのは、ヨーロピアンヌクレオタイドアーカイブかな、 ENA っていうようなデータベースになってます。で、NCBI はやっぱりシーケンスリーダーアーカイブって言って、シーケンスリーダーアーカイブっていうと、そのこの3つ全体の話をしてるのか NCBI の話をしてるのか、ちょっと時に混乱があるんですけど、まあ、そこはこう見ながら区別をしてもらえればいいと思います。で、さっきも言ったんですけど、ここの3つはコラボしてますから、例えば DDBJ にデータを登録しても NCBI からダウンロードができたりするような仕組みになっています。でじゃあ今どんな感じかっていうのがこれなんですけど、今2015年1月にプロジェクトとしては5万2000件くらい入ってます。でこのグラフを書き始めたのは2010年の11月ぐらいなんですけど、その時は3000件だったんですね。で、まあ、2010年から私このグラフずっと見てるんですけど、そうすると、2010年で3600ですよね。そうすると1年後の2011年にこれが倍になってます。7200ぐらいになってます。で2012年になるとさらに倍になってるから、7000の1万4000かな。でこれがどん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 倍になっていって、1年でだいたい倍のペースで伸びているような印象を持っています。で、これが件数なんですけど、じゃあデータ量はどうかっていう と、これ NCBI でこういうデータ量の伸びのグラフが公開されてるんですけど、 URL ここに書いてますが、3.3 ペタベースっていう、ここに数字がありますね、3692156、数字が16個並んだような、塩基数が登録されてます。一重100数えるとちょっと分からないから、まあ、とりあえず 3.3 ペタのデータが入っていると思ってください。で、まあ、一応これに関して検索できるんですけど、よく見るとこれちょっと薄いから見づらいと思うんですけど、下にオープンアクセスベースって書いてあって、オープンアクセスのものは 1.7 ペタですっていうふうにここに書いてます。ってことは逆にそれ除いたものっていうのはコントロールドアクセスっていう、その、例えば個人のデータとかでその公にされてないっていうのがありまして、で、そういうのもまあデータベースには入っています。でそのあたりは DDBJ の仕組みがあって、JGA っていうようなデータベースがあります。で、さっきの SRA から検索できるオープンアクセスの誰でも使っていい、データが、まあ、SRA とかに入ったわけですけど、コントロールドアクセスに関してはまあ JGA に入っていて、で、そういうデータが出てきた時の NBDAC の方にこう登録をして、で DDBJ のところから一応、まあ管理をしているっていう感じなのかっていうような、仕組みになっています。でちなみに登録については、ここの DDBJ のサイトの下に、サブミッションについての、まあ、ドキュメントがあって、ここにこうしっかり書いてますし、確かチュートリアルのムービーもあったと思うので、データが出てきた方は、まあ、関係者に相談すると非常にこう親身に対処してくれるんじゃないかなと思います。で、でこうやってそのシーケンスリードアーカイブっていう感じでその NGS のデータが公開されてるわけですけど、じゃあ落としてくるとどういうのが入ってるのかと、何がデータとして入ってるのかなんですが、まずまあシーケンスのデータが、シーケンサーで出てきたデータが入りますから、シーケンスのデータが入ってるわけですね。でここにこう何やらよくわからない文字列が並んでいますが、この
この形式はファスト Q データ、ファスト Q 形式っていうんですけど、ミオン量で1セットの、データになってます。で、1行目が、まずアットマークを書いてタイトルですね。この場合だったら DRR001107 っていう ID の、データですよみたいなことが書いてるわけです。で、2番目のよく見ると A とか C とか G とか T とかしか並んでないわけですけど、まあ、ここに N があるか、そういうデータしかないわけですけど、ここが実際のシーケンスですね。読んだものです。はい、まあ、読まれたものかな。で、まあ、3行目は、まあ、プラスマークを書いて、まあ、何やら書くんだか書かないんだかよくわからないですけど、で、4番目にここで読んだ GCACATT っていうやつのクオリティの値がここに、記号化されて書かれています。まあ、この辺はですね、そのシーケンサーが実際に出すのであんまり自分で意識しないと思うんですけど、とりあえずまあ4行1セットになっていると思ってください。で、この4行1セットのやつが例えば数千万とか数十億並んだデータっていうのが SRA の中に入ってます。まあ、これがまあデータの本体ですよね。で、プラスメタデータっていうんですけど、実験の情報のデータがついてます。で、これは例えばプロジェクトの名前だったり、生物種、人とかマウスとか、あとそのどんなシーケンサーを使ったのかっていうのが、このメタデータとして、これに付属する情報として、まあ、書かれていると。で、こういうのを落としてきてどうするかっていうと、まあ、検索して落としてきました。そしたらちゃんと使えるかどうかっていうのをチェックして、で、まあ、あの NGS っていろんな目的で使えますから、例えばゲノムを読みたいんだ、ゲノムを読みたいっていう目的で NGS を使ったんだったら、こういうものを、まあ、分かっている配列にマッピングするとか、新たにこうつないで一本にするっていうような感じですね。で、まあ、発言を見たい場合はこのゲノムに対してこの読んできたものっていうのをこう貼っつけてあって、で、まあ、なんかこの辺の領域が発言が多いなみたいなのがこう出てくるわけですね。で、他にこうスニップを解析するっていうのもあって、やっぱりこれもゲノムに対してマッピングしてあって、で、ここのここがどうやらそのバリエーションが多いようだみたいなのがこう見られるっていうような感じに、なっております。で、じゃあちょっとやってみましょうっていうんで、あ、そこ、まあ、なんか困ったらですね、Google です。Google に聞くっていう。で、例えば DDBJ の、SRA ってやると、こういうふうに出てきて、DDBJ のサイトにつながるわけです。で、Search ってやると、データベースサーチの画面につながったりします。でも一番簡単なのはキーワードっていうところに何か入れるんですけど、どうしようかな。またバリエーションとか入れてみて、サーチってやるとこの下にわーっとリストが出てきたりします。で、これ何やら見るとここにフィルタードバイって書いてあって、絞り込みができますよって書いてあるわけですけど、ここのまあ生物種のところで、まあ、今バリエーションを見てるから、じゃあ人にしてみましょうかっつって、こう人を切ってやると229件に下のリストが絞り込まれたはずです。で、ここが一番右が生物種の回なんですけど、まあ、ホモサピエンスばっかり出てくると。で、ここにこう何やらドキュメントタイプって書いてあって、スタディとかサンプルとかあるわけですけど、ここはですね、まず何も考えずにスタディっていうのをやるですね。そうすると、
こう割と自分のイメージしたようなのが出てくるような感じになっております。ここがタイトルだから実際にそのこの辺を見て、あ、これは例えば南アジアの人のゲノムだなとかいうのがこう分かったりするわけですね。この辺を見ながらどんな感じかなって見ていって、でここの SRP001563 っていうところはどうやらなんかリンクがあって飛ぶそうなんですけど、ここをクリックすると実際にどんなデータなのかっていう、まあ、タイトルがあって、でこんな感じですよっていう、まあ、説明書きがあって、でこっち側にこうベーって出てきましたけど、ここにファスト Q ってあるように、これが実際のシーケンスのデータですね。NGS から出てきたデータになってます。結構たくさん、でこれやるとメガとかギガとかテラ近いのが落ちてくるのでやりませんけど、ここをファストキューっていうのをクリックすると、まあ、データが落ちてくるみたいな仕組みになっております。で今このドキュメントタイプのところをゴニョゴニョとごまかしたんですけど、こんな感じになってます。でこんな感じになってますっていうこの図はちょっと古いんですけど、この図が多分理解がいいのであえてこの図で説明しますけど、メタデータって言って実験の情報がついてますって言いました。でそれがいくつかのそのカテゴリーに分かれて入ってます。で、スタディ、エクスペリメント、サンプル、ラン、アナリシスみたいな、あとサブミッションみたいな感じになってます。で、どんな感じかっていうと、例えば1000人ゲノム読むぞみたいな感じのプロジェクトはこのスタディに入るんですね。大枠ですね。で多分その検索するときはそういうそのプロジェクトごとに検索したいので、ここで絞り込みましょうっていう話をしたわけです。スタディで絞りましょうって話をしてます。で1000人読みますというプロジェクトがここにあって、じゃあ実際読んだやつっていうのが一個一個の実験になるわけですけど、それがこのエクスペリメントに入って、どんなシーケンサーでどんな感じのライブラリーを作り方をしてっていうのがここに入ります。でサンプルの方は、1000人だから人として、ホモサピエンスで、もしかしたらどんな人種の人でっていうのはここに入るかもしれません。で実際のデータがこの辺にこう来るんですね。でこうなんかメタデータの話をするとよくわからないという方がいるので、別の例を出しますが、ここの僕ら5人結構酒飲みが多くてですね、ワイン飲みたいっていう人が結構いるんですけど、例えばこう飲みに行ったりするわけですよ。そうするとワイン飲みたいですって言ったら、今日こんだけ飲めます。さあどれにするって言われるわけですよね。で、どれにするって言われても困るなって思うわけですよ。で、そこでどうするかっていうと、名前が例えばソレイユ・キクモ・ルージュっていう名前で、赤ワインでワイナリーが朝日洋酒で山梨で、で、ブドウの品種がピノノワールでとか、こう、裏見ると書いてあるわけですよね。で、こういう、実際の中身っていうのはこのワインなんですけど、ワインに対しての情報っていうのが赤ワインだとかピノノワールのやつだとか2012年だっていうのはこれがメタデータなんですよ。でこういう裏見てこういう 赤ワインだとかこんなブドウだって言ってじゃあこれにしますっていうのがメタデータを見て中身を選びましたっていうことです。で、じゃあちょっとよくわかこれを見てもよくわかんないなっていう時には店の人に赤ワインでちょっと重めじゃないやつとか言うわけですよね。そうするとそれはこの中身の話だから
ちょっと乱暴に言ってますけど、まあ、中身のクオリティで絞るっていうのはこう赤で重くないやつみたいな絞り方をしてるんですね。私が話するのはあれこのメタデータの話なんですけど、クオリティの話はとか、あと、実際の解析については私のライブ後で太田が喋りますので、まあ、そのあたりでも参考にしてもらえると思います、はい。で、まあ、SRA って NGS のデータがいろいろ入ってるわけですけど、ちょっとなんかこうツボをつかまないと何を検索してるのかよく分かんなくなるっていうことが多々あったりします。っていうのは、まあ、さっきも言ったんですけど、 NGS っていろんな目的に使われるんですよね。そのゲノムを決めたいとか発現見たいとか、そのエピゲとかメタゲとかいろいろあるので、例えばキーワードでベーって検索するとゲノムも発現もエピゲもメタゲも全部出てきちゃうわけですよね。だから例えば自分が人のやつをこう調べたいのにこう微生物のメタゲとか出てこられても困るので、そういうのをこうちょっとどうにかせんといかんわけです。で、まあ生物種も足したいので当然人とかマウスとかもあるし、こうメタゲノムだったり微生物だったり植物だったりいろいろあるので、そういうのもこう、まあ、自分のやつをこうピッて当てるっていうのが結構大変だったりします。で、あとさっき言ったように、その自分が見てるのがこのプロジェクトの情報なのか個々の実験情報なのかっていうのをこう理解してないと、まあ、なかなかこれでいいんだっけみたいなことが、よくあったりします。乱暴に言うとですね、なんで辛いかっていうと、 NCBI のサイトがなんかキーワードでしか受け付けてなくて、検索するとゲノムメタゲもこのこういう生物種もこういうプロジェクトも実験も全部バーってリストされてて、一体これは何を見てるんだろうっていうのがかなり辛い時期が昔にありまして、まあ、DDBJ のサイトができて非常にその辺が改善されました。で、私もその NCBI のサイトとかを見て、もうこれはなんかこう使えるようにせんといかんなと怒りに打ち震えて、こういう目次サイトを、まあ、作ったっていう経緯があったりするんですけど、で、さっき説明したのは DDBJ でやっている、サービスなんですけど、まあ、僕らが作ったのがこの DBCLSSRA っていう、もうちょっとこう、いろんな切り口からやっていけないかっていう感じで、メタデータをまあきっと貼ったというか、ゴニョゴニョして、検索できるようにする、まあ、いろんな手段でやろうとしてるっていうのをこうご紹介しますけど、こっちか、今度 DBCLS の SRA とかやると一番上にこう出まして、まあ、一番シンプルな場合は例えばホールゲノムだけ、この辺が目的ですけど、ホールゲノムだけ見たいとか、トランスクリプトも話してたんですけど、こういう発現だけ見たいとかメタゲだけ見たいっていうふうに、こうここをクリックするとリストがパッと出るみたいなのが、まあ、一番シンプルな使い方で、まあ、他にその生物種とかだったりシーケンサーでパッとすぐリストにアクセスできるような、仕組みも作ってたりします。で、この辺が実際の検索とかで、例えばゲノムでイルミナのハイセック2000でピッとかやると、今実際にやってみるか、そうすると、ゲノムでイルミナのハイセック2000だと全体の 17% ぐらいの6700プロジェクトありますよっていうようなこう
まあ、グラフが出るような感じになってまして、で例えばこうビューオールってやると実際のその人が出て、はい、まあ、どんなプロジェクトがあって、で、目的はどんな感じでとか、でイルミナハイセック2000でとか、で、まあ、この場合だったら白いのなぜなのデータでみたいなことがこう、リストになってまして、で例えばここをさらに人だけにしたいなっていうときにはっていうか、ノーサピエンスってここにタイトル魚の下で打つだけで下がすぐ絞り込まれるみたいな仕組みで、さらに絞り込めるような感じになってたりします。で、ちなみにこのトップ画面の説明もう少しだけすると、下の方にホットデータっていうのとホットパブリケーションズっていうのがあります。で、下から行くとここに何やら線で引かれたものがありますけど、これが去年の1月末にネイチャーで出た、さっき春日さんがゴニョゴニョって言ってたデータですね。で、まあ非常に熱い論文だったわけですけど、ただ取り消しになったんでこう横線が引いてます。で、これに関して実際に正体は何だったのかっていう面白げなデータがここの1個上のこれですね。スタップ細胞、あ、言っちゃった、スタップ細胞を、の正体最近登録されたんですけど、さっき1時間半ぐらい前にここ実はここ全部手動なんですけど書き換えておきました。で、ちなみにこっちの右側のが午前中春日さんが喋ってたプロモーターのデータとかですね、本当は4つ並んでたんですけど、ちょっとスペースの都合上1個削らせていただきました。で今のその絞り込みとかだとあんまり DD ビジュアルと変わらなくって、まあ、実際に本当は仲良くして統合すればいいんですけど、まだその時はしっかりコラボできてなくて、まあ、別々になっちゃったんですけど、僕らの方でももうちょっとこう頑張った検索したいなって言っていろんなことをやってるんですけど、その一つがこの生物種の検索をさらにこう深めた感じでやってますが、ここで出てるのは稲の例なんですけど、例えば稲って、まあ、オリザサティバって言いますけど、オリザサティバで検索するとそのものだけが出るんですね。そのものだけって、まあ、当然稲そのものなんだけど、本当はその下にインディカとかヤポニカとかこうあったりして、でそういうのも全部検索しようとすると下に何があるのかというのを全部理解して、インディカとヤポニカともしかして掛け合わせたのもあってみたいな感じになるわけですよ。であとそのこれはまあ普通のオリザサティバなんだけど、もうちょっと禁煙種も含めてやりたいっていう時はさらに1個上とかいうことを検索をしないといけなくなるわけですね。そうするとまたさらにこうたくさん増えていくので、でそこで、まあ、例えばオリザサティバって入れてもらって、下も検索するってチェックをすると、これ、まあ、出てますけど、オリザサティバの、ヤポニカのグループとか、あとインディカとかいうのがこうこれで検索できるような、仕組みに、を作ってみたりしました。であと1個上に行きたいときは、ここに今オリザサティバの1個上のオリザ属っていうのがこう出てるので、ここをクリックするとオリザ全体が検索できるみたいな、
ことを、まあ、作ってたりします。で今日ちょっとですね、このデータベースの更新がかかってて失敗したり成功したりするので、ちょっと、まあ、このプレゼンで説明してるんですけど、本当はあのマウスとかの例で説明したかったんですけど、普通 の、 あのムスムスキルスとかで検索すると、まあ当然出るわけですけど、あの原名亜種ってなって、ムスムスキルスムスキルスっていうのがあるんですよ。そうすると普通にこうマウスってマウスだけだろうと思ってたら、そうじゃなくて、そのですね、これがそのもののやつで、下みたいなやつですね。そうすると2800件くらいなんですけど、下も見ると、まあこれはごくごく小さいけど2900ぐらいなので、こうやってムスムスキルスムスキルスっていう、こうマウスの ID は10090っていう生物種の ID なんですけど、それと違う39442っていう ID がついたのもあって、こう実はこういうのも この中におもろいデータが埋もれてるかもしれないので、意外とこの下も見るっていうのは、まあ自分で作って結構気に入ってる機能だったりしてます。で、あとなんかちょっとインターベースに似てるんですけど、論文からの検索っていうのがあってまして、もともとその NGS のデータって、まあ、データ大きいのでギガとかテラ近いのを、まあ、よく落としてくるわけですけど、落としてきてクオリティチェックかけたらすごいへこかったとか言うと、こうせっかく一晩かけて落としたのに、こうすごいショックだったりするわけですよね。でそういうのをあの事前に防げないかっていうことで、まあ、直接的にはクオリティチェックをかけるんですけど、それはうちの太田の方で多分話があるのかなと思うんですけど、間接的にな方法として論文っていうのにちょっと着目してあったんですけど、まあここにこういうデータが出てるわけですけど、これが SRA に入ったわけですね。でこれに対してこういう論文が出るぐらい、まあ、ちゃんとしたデータだろう、まあ、論文が出るぐらいちゃんとしたデータが入ってますよっていうことで、一応この論文のお墨付きがあるっていうような感じで、まあ、論文のリストみたいなのも出すようにしてます。まあ、逆にそのこのデータからどういうことが言えるのかっていうのがざっくりここで分かるっていうのもあるし、あの論文のデータってどれだろうっていう時に、まあ、ここからたどって実際のデータをパッと落とせるみたいな、いうふうにも使えるようになっております。でちょっとだけ言う と、こっちの NGS の方 の、 あの SRA の方のデータにも論文を書く欄っていうのがあるんですよね。メタデータでパブリケーションの欄があるんですけど、得てしてこっちが登録されてから論文が出たりするので、そうするとこの PMID がつく前にこの論文、データが登録されちゃうっていうのがあったりします。でそこでこの論文も見て、論文の中でこの ID について、この論文では述べてますよっていうのをなるべく拾うようにして、ちょっと頑張ってこういうリストを作ってたりしているところです。であとはですね、病気からの検索っていうのもやっていて、ここで今の、さっき論文からのって言ったんですけど、この論文の中で病気について触れてるやつだけピックアップをして、病気ごとにまとめたっていうデータがこれで、例えば乳がんみたいなやつだけこうピッて、あっこっちか、ただ白血病っていうのはこのリストから出てきて、ピッてやると白血病関連のデータがこんだけありますよみたいなのがこう、病気から NGS のデータを検索するっていうのも、まだちょっとベータ版なんですけど、この辺もちょっと頑張って
お医者さんにも使ってもらいたいなと思いながら一生懸命やっているところです。あんまり時間がなくなってきたんでちょっと飛ばし気味にいきますが、NGS で使われてるよっていうのをちょっとお見せしようと思って、さっきの SR 僕らのやってる方でこういうトレンドのグラフも出してたりするわけですけど、これはあの目的別で、まあ、トータルで5万2000くらいなんですけど、この一番上ですね。で、目的別で一番多いのが例えばホールゲノムで、次がトランスクリプトムでみたいなのがこうグラフで分かるような仕組みになってます。よいしょ。フォーモアディテールっていうところをやるとこういうグラフがニュルニュルと出てきて、例えばホールゲノムが2万7000くらいとかいうのがこう分かったりするわけですけど、こうグラフの上にマウスポインターを持っていくと、その時の件数が出るような仕組みになってたりしますし、あとここの判例がこうあるわけですけど、例えばトータルっていうところをクリックするとグラフがニュルニュルって動いたわけですね。でこうやって範囲指定とか、あとこっから画像として保存するみたいなのもこう意外といろんな機能がここに隠れてますんで、こればっかり喋るとなんかあんまり時間がなくなってきて、このぐらいにしますが、であとなんかやってて喜ばれるのがシーケンサーのこのトレンドのグラフなんですけど、ハイセック2000っていうのがすごいこうぐーっと伸びてます。で最初この2010年最初統計取り始めた時はイルミナの GA2 が多かったんですけど、このハイセックがドカーンと伸びてる感じですね。まあ、これ見て喜ぶのはイルミナの人なんですけど、どんな感じなのかっていうのをなんか買い物するときにちょっとあの喜んでる方もいるようです。はい。あんまり時間ないんですけど、2011年に NCBI がですね、SRA やめます事件っていうのをやりまして、お金がなくなったんで。今まで SRA の NGS のデータベースの話をしてきたんですけど、あのお金がなくなったんでやめようかと思いますっていうアナウンスが出て、結局続けることになったんですけど、これの事件があったからかどうかが、まあ、直接か間接か分かんないですけど、NGS の中でもそのあ SRA に入っているやつでもさっき言ったように発言のデータが、まあ、目的の一つとしてあるわけですね。で発言は GEO ってマイクロアレイとかのが入ってるデータベースがあるんですけど、そっちに移しますっていうアナウンスだったんですよ。で、この移しますは実際に実行されて、さっき ここだけ概略でメタデータの説明で見せたんですけど、スタディとかエクスペリメントのランとかがありますって話をしましたが、実際のそのファストQのシーケンスのデータっていうのがこっちの DIO の方に登録されてるんですね。最近こういうのは結構あるんですよ。でそうすると SRA を検索してもデータがないっていうのがあったりしまして、じゃあどこにあるのかっていうとこの DIO に入っていると。なので発言見たいときはこう SRA と DIO と両方見ないといけなくなったわけですね。っていうのもあってこういうの、先走って言うんですけど、こういうのを串出しするためにプロジェクトだけデータベースを先立ちしてバイオプロジェクトっていうのができて、で同じようにこの、サンプルの方のデータもバイオサンプルとして外出されて、
こういうスタディとかサンプルのデータはバイオプロジェクトとかバイオサンプルの方に今こう、実際のところは外出しされてるような仕組みになってます、ちょっと難しいかと思うんですけど、概念としてはこれで合ってるんですけど、実際のデータがこっちじゃない SRA じゃなくて外に最近移りつつあるよっていうことだけちょっと理解してください。でそうすると発言のデータを SRA と GAO と両方見ないといけないんで大変ですよね。でそこで、葵っていうのをデータベースとして作ってまして、これ発言に関してその、目次のサイトになっています。これですね。今これ生物種別にこう出てるんですけど、これかヒトマウスアラビーとかなってるわけですが、例えばホモサピエンスだけやると今ここがグラフがニュルッと動いたんですけど、今人だけのデータになったりしました。で、この右上に選択した項目でリストを表示ってあるので、こうクリックすると実際にどんなデータが入っているのかっていうのがここから見れるようになってまして、一等左にいろんな ID が書いてあるんですけど、ここに行くと実際のデータが EBI の RA Express っていうところにリンクされて、ここからデータを落とせるような感じになってます。で、で今こう画面の上の方説明したんですけど、下の方が手法別とかになっていて、でこの青がマイクロアレイ関係ですね、アフィとかアジレントとかが青っぽいです。で、NGS 関係は赤っぽい、イルミナとその他みたいな感じになってますけど、これもやっぱり例えばイルミナってやるとイルミナだけにこうグラムを入れるとなるわけですね。で、選択した項目でってやると、ここのイルミナの仕組みで読んだものだけこう見えるような感じになってます。時間がなくなってしまいましたか。はい、一応僕らでやってる DBCLSSRA についてはプロスワンに一昨年の2013年10月ぐらいに論文出してまして、で外にポスターと別撮りがあったりするので興味ある方は、見てください。はい、という感じでございます。